前回のあらすじだぜ、のび太。アスレチックとアスレチックの感覚が短い。ね、感情はないよね、多分。感情はないと。おお。おお。いや、じゃあここでやったわ。全然進まん。いけ。よし。素晴らしい。はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、はい、というわけで本日もですね、スーパーマリオオデッセイの実況やっていこうと思います。はい、さあ、前回ね、この鳥をあの料理の国でぶっ倒して、うん、次がクッパの国ということで、もうラストですよ。これラストになりそうですけどね。まあストーリーの部分はね、結構そんなに先までなさそうですけども、まあとりあえずじゃあもうクッパの国に行っちゃいましょうか。行っちゃうよ。さあ、でも他のさ、隠し国とかあんのかな。あの、実はそう、なんか200個持ってるといけるとかさ。あー、どうだろうね、そこまでのボリュームがあるか。どうなんでしょうか。クッパで嫌な顔来た。やっぱ違うよ、いつもと。さあ、寒そうですね、この上空でこの格好は。あー、なんかすげえ、この後ろ刺されてる。えー、すごい、やば。これキャプチャーできたりしねえかな。なんか絶対クッパより強いしな。ね、マリオになんかマリオらしからぬドラゴンだね。お前の力を見せてやれ。ああ、すごいすごいすごい。ああ、ミラボレアスみたいな。あー、えー、えー、ええー、え、いやいや、弱えな。じゃあ、あ、いや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 で終わるんだったら弱えな。あれ、これまたなんかどっかの国に。ああ、全然やっぱ簡単には行かしてくれないね、まだ。ああ、シチュー。ああ、シチュー。なんであの鳥置いてったの。あれ置いてく必要なかったの、別に。さあ、まずいですよこれは。あ、ほら、奪われし国ホロビア。なんかすごい、マジでさ、さっきのドラゴンもそうだけどさ、なんかダークソウルみたいなさ。寒いんだね。あ、寒そう。ファームを集めて倒さないと。さあ、じゃあここでホが最後できて。そうだね、うん、クッパだ。クッパの国か。うわ、すごい、ドラゴン絶対いたじゃん。なにこれ。え、あ、剣。え、てか墓標みたいな。あ、剣か。え、すごいね、かっこいい、マジで騎士の世界じゃんこれ。いや、違う違う違う、雑すぎるわそれは。ムーンだったら。あ、なんかある、下にあるね。あー、いや、あー、またポーネグリフだ。これ何なんだろうね、ポーネグリフはね、ちょっと無視です。まあ、謎解きだろうね、最終的な謎解きっていうか、もしかしたらね、2周目だったら開けれるみたいな、うん、あるかもしれない。お、来た。ええ、あー、なんかもうそれは違くない、なんかそれ。あ、もうボス、まさか。あ、いきなり闘技場。いや、あるあるある、それだ。だよ、ホロビア。まさかさっきのやつか。いやー、早いよ、再開が。やべえな。うわ、明らかに、それベロなんかなってない？違う。うわー、いけよ、頑張ってね。きつくない？え、全然マリオ感ない。すごいね。でもこれ食らってもビリビリビリになるだけでしょ。それ多分、ポンってやったら回復ね。か。回復は取らないでおきたいね。さあ、これ消えちゃうか、置いといたら。ハート欲しいね。うん、取っとこう、取っとこう。コインとして。いやいや、絶対ハートのシットとかでしょ。ここ、ムーン3つでいけるよ、3つで。ってことは、こいつ倒せばいけんだ。なるほど。あ、ちょ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 。これ、あ、乗ってって。あー、乗ってく。すごい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 。これ、これ抜くんだ、これ抜くんだ。オッケーオッケー。これ抜くんだ。オッケー。抜いてる。ほら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 。いけ、いけ。あ、これ、どしん。あー、惜しい。多分、遅かった。ちょっとだけ足りなかった。遅かったってこと？遅かった。でも、今、ガラキーはあいつ。ガラキー、ガラキー。もう次のでいける。おー、危ねえ。6万エグゼロ、フォルテみたいな。弾の飛び出す。あ、だだ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 だ。今のところは。さあ、これで放電が終わって、いいよいいよ、ナイスナイスナイス。あー、うわー、丸じゃねえんだ。さあ、いけ。おっ、おっ、あー、無視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 して、ドシッと。そこが弱点じゃない。あー、まあ一回一回。え、これ弱点。弱点でしょ。食らってる？いや、食らってる食らってる。いや、これ100回やっても知らなそうしな。まあまあ、確かに今のところね。あ、なんかすげえ、あ、増えてるな、食いが。あ、増えてないわ。あ、じゃあ同じ行動でいいのか。あ、危ない危ない。いいよいいよ、輪っかが増えてる。回復したいんですよ、俺は。ほんとだ、回復しときたいね。さあ、ここ頼むよ。ここね、これ意外とむずいのよ。なにこれ、なにこれ、なんかすごいすごいすごい弾幕ゲーみたいになってるね。意外とむずい。さあ、オッケー、いきますよ。あ、増えてる増えてる、やっぱ増えてる増えてる。うわー、オッケーオッケー、いけ。で、いけ。あー、間に合う。おー、いいね。オッケー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 、いいよ。ワンターンはいいね、ワンターンは。さあ、2発ずつ殴って。いやー、これまあ任天堂のボスって3回かやっぱ5回なのよね。まあ基本的にその奇数だよね。うん、うん、おー、
うわあああむずっ、これはきびいよ、むずいね。もう一個回復紙、二つあるね、二つあるけども、もういいじゃない。もういや、頼る頼る、OKOK、行け行け、ここはね、もうワンターンで決めたい。うわあああああ OKOK、俺動かせないわよ、最初。そう、余計に動かすね。あ、これ、もう無理だね。ああやばい、無理だね、無理だね、ナイス、ナイス、オッケーオッケー、よく見えた。ちょっと待って、回復ないっすか。右、右、右、右やる、右やる。今の、あいや、あのね、これはね、これはきついね。これはね、当たっちゃうよ。これはきついね。これは当たっちゃうよ。最初のちょっと回復あれ、無駄に使ったのがもったいなかった。確かにね。さあ、行きましょう。ここで、まだ今のところノーダメージよ。ここね、これね。これやべえな。あ、見れば。いやー、やっぱりまずい。いや、今もう拾っとき、拾っとき。でもね、これね、いや、拾っとき、拾っとき。ハート拾っといた場合だった気がするけど、あー、いいよいいよ、あ、オッケー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 。で、一回で行こうとしないようにしよう、もう。うん、一回では行かない。うん、もういい、全然手前だけとかでも全然いい。オッケー、一回で行けない。あー、もう不自然、今の。ちょい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 、無理無理無理、間に合わない、間に合わない。行けたと思うな、今の。あれは間に合わないな。いやなんか行かせて欲しかったし、なんならなんで行かせてくれなかったのかよく分かんない。あーちょっともう一度撮ってよ。ぬるいっすよ、これがある限りだね。回復あるならぬるいっすよ。あー、はいはい、いいよ、はいはい、オッケー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 、いいえ、ケン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 。さあ、最後にこれいって、はい、やべえ、オッケーオッケーオッケー、あぶねえ、よいしょ、オッケー。え、マジ3回、オッケー、とどめだ。いや、一発クリアか。あれ編集に全て任せようとしてる俺ちゃんと見せる、全部一発か。さあ、グランドムーンが出まして、弱くない？これ3回で死ぬって。で、しかもこれで、あ、なんか、もしで、プリンって、あ、質感出てるね。すごいね。剥ぎ取りできそう。ね。背中とかにないから。剥ぎ取る場所。あ、あ、これ無敵ゾーン。無敵ゾーン。いや、みんなこれやるでしょ、これ絶対。実はありそうだね、なんかここに。怖え、あー、それやばそう。え、何？落ちたらなんか、落ちたらどっからかわかんないし。あー、そうだね。うん、そう。いやいやいや、どうしようもない、どうしようもないよ、今の。シュルルルルルって。あ、え、え、嘘。いやいや、さすがにない。まあまあ、入ったらいるの、入ったらあるの、そりゃそうでしょ。もう倒してからね。そう、こっち倒してんだよ。何回もそんなね、遊べたら逆にちょっとずるいもんね、それはね。それはもちろんそうです。それは申し訳ない。うん、ああ。あれ嘘それはね、これね、やった人いると思うんだよな、俺。それはね、俺これ結構やった人いると思う。それは不親切だわよし、今度こそね今度こそですよ。よくこれなんかしれっと出すな、このスタームーンをさっき出したくせに。質感すごいな。いや、やめろって、おい、こら、質感チェックに入んな、お前質感すごくないですか。質感すごい、確かに。あ、いや、こら、無事、え、どうした、ここの、この2分でどうしたお前お前の記憶一緒にあんじゃない。ないよ、もう。ああ、さあ、あ、なんか、なんか変な光りがある。引っかかってた。はい、ゲット。よし、すべてこのための星なんだ、国なんだ。いや、ここからあるんじゃない。だって3つで飛べんだよ。あ、ほんと。うん、あの3つしか枠なかった、点々の丸だから、もうこれで次の時いける。鉄と雷の王。あ、雷の王だったんだ。ビリ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 ってするだけだったのにね。王でいいのか、あれは。王でしょう。しかも待って、これ以外に道ないもんね。多分。でも、ポーネグリフあったよ。あ、そうだ。うん。あ、あいつらいる？あいつら。え、何？あいつら。あ、いる。ちょっと、あの、ちょっとヒント聞いてみる？あの、ゼニゲバに。これ、アミーボ。それはアミーボ。ちょいちょいちょい。ゼニゲバの野郎に。うん。じゃあ、一回勝ってみようか。うん。止まった。ん？何何何？あ、だポーネグリフの裏とかってことかな。その下に足元は足場あるんだよね。その右見てみ、その下、ほら。あ。ここがあって。あーあー、ね、え、じゃあポーネグリフなんでもねえじゃん。サスケあったら。で、しかもこれだけっぽいでしょ。なんならもう。わあ、すごい。これはお宝よ。うん、これはいいね。ムーンってよりももう金。ああ、いいですね。女王の宝箱。ああ。これで終わりっぽいけどな、もう。なボロボロすぎやしない？え、こんなボロボロなさ？いや、それそうでしょ、イカズチの王だから。
あー治った。なんなら4個で治んのかな。ね。190個ぐらいを使って作ったやつなんだけど、これ、うん、4個で治っちゃうんだ。あー治った。オッケーオッケー。今日はオデッセイ王が治った。だから歩はできないのか。新しい歩はつかない。新しい歩はついてないかもね。うん、ってことはやっぱもう一個歩がつくのか。どういうことなんだろうなこれ。おお、クッパの国来たよ。クッパの国。ああなんかすごこんななんか日本風になってんの。デデデダイオウもさ、最近ちょっと日本風な服になっててさ、うん、なんかこう大王系みんな日本風なんだね。潜入クッパ城、なんかクッパ城が、ああドッスンじゃないこれ。ドッスンがなんかドッスン改造した、魔改造されたみたいな。ついに決戦だね。なんかすごい行々、ね、ああすごい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 、曲もすごい、かっこいい。あんまないもんね日本風の曲。あーすごいすごいすごい、マジでなんかちょっとところどころクッパっぽいねものがつきつつ、ね、これより我ら修羅に入る。何だっけ。え、何でしょ。いや刑事刑事。あいやもう原哲夫しか出なかった。原哲夫だけどみたいな。あーなんかすごい。あーこう何何何、10人持ってこいと。10人で行くじゃん。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい10人10いる。いるよ。あ、なんかあれキノコの山みたいだね。確かに後ろから見ると美味しそう、うん、さあこれで乗ってみると、おおさ、あーいいね、そこに出るんだ。しかもさあここにジャンプして入って、おおしいいね、積み上がって塀の上一発目がこのクリボー。さあ行きましょうか。じゃあなんかそこら辺もそういうの気になるな。まあありそうだけども、まあじゃあ早めにやったね、うん、ティーチを助けてあげないと。このなんか電線ないのに飛べるねえ、これよくわかんないよね。電線作りゃいい。あー電線作りゃいいし、なんだこいつ、なんだこいつ、生地飛べんじゃね。飛べしはしない。いや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 飛べろよ。あーすごい。待てこれ弾く。あ楽しそうそれ。忍者じゃん、忍者アクションじゃん。あそれはすごい。あー裏にもうパーム見てたし、すごい。城壁の裏側で、あ、城壁の裏側で、城壁の裏側で、城壁の裏側でか、くちばしでひとっ飛びか、どっちか。くちばしでひとっ飛び、まあ城壁の裏側でがマジで一番それっぽいね。うん、回り込んで壁の裏側。回り込んでねえしな。そうなのよ、飛んでるじゃん。あそこにスポンジか。あーいいねそれ。あすごい残ってる、あとがほら。そう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 、いや残る。あーこれ面白い、すごいね。なんかディビジョンっていうゲームでさ、銃痕がなくならないみたいなことでびっくりしたけど、うん、なんか結構最近デフォンになってるねそれが。いやーすごい。さあ、あーこれ楽しそう。あー知るぞそれ。さあ行きましょう次。いや言うて一本道だねやっぱ。はい、さあ来たよ一本道。謎ドッスンクッパ城三の丸奥。オッケーオッケー。あー来た。あーあこれね、富士これ取れんだっけ。あ取れるか。そうそう、あゆうゆうめっちゃ言うだ。あーごめんごめん。あ、いや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 、俺これちょっとここ取ってるから。うん、あ、なかった。まあ、隠し隠しゲットした、隠しゲットしたって。トゲトゲ避けて音波集め、いいね。さあ順調に進んでますけども、まあここはあれ関係ないね、もうあの何個とか。そうだね、なんか別に。さあ行きましょうか。おお、さあ、ああああ、なになになに、あ、で乗るのか。あ、乗って上をドスンってするってことか。あーあー、かかったね、かかったね。えよーいね、これ、うん、ドス、あれ、バッタン、あー、出た出た、さすがに出た。はい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 、ドスンとバッタン、足し2であったみたいな感じだね。うん、いいよ、なんかちょっと荘厳な感じになってきたね。よし、さあこれで、あ、交代、封じ行こう、こっからか。城壁内潜入クッパ城、すごいね、番組名みたいなね、なんかジョーってやっぱつくと。さあこっからどれぐらいでもね、このダンジョンが長いのか。いやこっから長いんじゃないかな。ね、短くはないと思うよ。まあそう簡単にはいけないと思うけども、うん、攻略花火爆弾。え、花火爆弾、ゴエモンじゃん。ゴエモンみたいなの来たけども、攻略もクソも避けるしかないじゃん。さあ行きましょうか。さあ気合十分行ってみますけども、こういうとこから行けそうだね。なんかもう忍者風な。危ない危ない危ない。あー、おお、びっくりした。今のは助けられたよ、これ、ステージに。危ねえ、今の。びっ
くりした。オッケーで、ああああ、オッケーオッケーオッケー。ああいいね、でも頑張れ五右衛門感あるね。ああ、まだあれがいる、来たとこじゃない、あれ違う、違う違う、ああここだけ見て、ここだけ、うん、向こうからカッチポッと出てくる。あ、違う、お、ちょっといやらしいな、なんかちょっとエッチだなこれ。ああしかも抜けないし、やった、突っ込む、ツンツン、白塗りの仮面。全然わかんないけどテンションが、ああいい、あーこれ楽しい、これ楽しいな、あーあーあー、これ楽しいね、このキャラクター、これ無敵よ、こいついいな、あーほらほらほら、いくこれ、うん、欲しいよ。キンって、あ、だからあの壁が鉄っぽくなったのか、あれ。よし行きましょう。オッケー、よし、この見えないピアノ線みたいなのね、しかも音が三味線なのよ、ピケ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 、かっこいいんですよね。あー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 、気持ちいい。これダメなんだね、これは。あーでもこれありきだよ、これ。うわーマジ、ここで集める、それ5個あんじゃん、ここ、さっきのとこあったかな、いや、どうだろうな、一旦上上がりたけど無理だ、えー動かないんだもんな、このありそうだね、下の方に行ってみる、あれ、うん、下あるだろうね。それはセンスがなかった、意外とこれね、感性が働く、それはセンスなかった、意外と感性が働く。あんなに行くと思わんじゃん、あんなに行くとは。ちょっと待って、右、ちょっと右見ていくか、一応。あ、あの、まず、まず、そもそもあそこの1個あるじゃん。あ、じゃん。うん。危ねえ。あ、あとその、うん、そっち側も見とこう。離れ取れる、離れる。うん、あ、全然ある。こいつ倒せんじゃね？ほら。ん？こいつ倒せる。それ倒せるよ。今まで倒せなかったの。え？ああ、ああ、ああ。なんか、くちばし何でもできてた。くちばしは何でもできてた。コイン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 。あ、小判だ。いいねーこれ、なんか。この雰囲気は僕好きだなぁ。いやいやいや。で、ここはとりあえずクリアだね。さあ、あと、むしろ、そこので、あそこ取ってあんのか。だから、あ、でもなんかこの、ステージ曲になんか攻めた曲ないよね。あー、なんかその、ちょっと不気味だったりとかが、まあ、結構普通 の, その耳に残るような、確かにそれはあるな、ここのステージ良かったなっていうの、 あそこぐらいだな、もうあれでしょ、なんか森でしょ、あのロックマンみたいになったとこじゃなくて、あそこじゃない、あの普通町町、あーはいはいはい、ニュードンクシティの、あの最後の方のあれはいいね、うん、あそこカーンなるぞ、そこちょっと待って、こうしてこういってこう、良いね、オッケー、どういう気持ちなんだろう、飛びゃいいのに、これ 鳥なんだろう、こいつ。あー、いいねー、やったー。さすがにありますよ。ヤグラの宝。宝ですよ、これは。なんか適当だってない、なんか。名前。ヤグラの宝。入れ、入れ。あ、でもなくなっちゃった、鳥。で、まあまあまあ、無限にいるのか。じゃあ、あと2個、2個必要なんですよ。あと2個も必要なんだよね。とりあえず。あー、あー、もう必要。いや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 。OK、OK。さあ、とりあえずこっち行ってみよう。あ、あったあった。あ、1個あった。もう一個どこだろうなぁ。あそこにコインあるね。うわ、すごい。すごいとこにあるじゃない。ここにあるじゃん。あー、ありそう。これさ、もしかして。とっ！あ、なるほど。おぉ。オッケー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 。そういうことか。普通爆発するよ。ね、ズボってね。うん、まあ、鉄があってああなったらね。ガンこの音いいな。あ、後ろからだと登れると。これなんかあるんじゃない上に。いや、コインよ。わかるよ、絶対。遠くから見えてたコインだけど、ここに穴ないから、また、ズボって。中に入れる。ないね。あるじゃん、ほら、うん。見えてた。あると思った。なんだよ。さっき。いや、わかんない。全部取ったら。先やっとけるやつけど。全部取ったら。ほど。なんかあったりするかもしれない。これ怖いな。うん、オッケー。弾かなきゃいけないな。うん、なかった。まあでもこういうただのこのコインを取るだけの遊び要素もしっかり入れてくれてるとこは僕は評価するよ。あれ何目線か分かんないけど。
マリオ評価する。よし、これでまた次の花火爆弾花火爆弾ですよ。